桐敷が残念ながら5回途中でマウンドを降りました。逆に4対3とロッテが1点をリードしました。インサイド見送った。そして投げ終わってボールと判定された後、マウンドでしゃがみ込んだのは小島です。昨日は佐々木朗希から先制タイムリー、一昨日は初回種市から先制スリーラン。ファウル。大山の中でもある程度こうインサイドっていうね、頭をあったような打ち方ですよね、今もね、はい、今引っ張りましたもんね、はい、ということは1球1球狙いもこの打席に関しては割と変えている感じですか。多分2球目がインサイド来たんでもう1球来るんじゃないかなっていう予想はあったと思いますね、はい、レフトへレフトへ4番大山。ワオベストショット。レフトへレフトへ4番大山。逆転スリーラン。いやーまさに4番の一振りでした。ちょっとかっこよすぎません？